今回は、バス釣りと、バス釣りじゃないかも。恋釣りを両方やります。恋釣りもやるの？おう。その、合間はバス釣るって。バスと恋両方？両方。だから両方とも60以上狙っていくっていう。まあ、恋の6はランカーじゃない。恋は80だ。80からだな。琵琶湖じゃないからそこまでいないかも。だから、ブラックバスの60が、恋のメーター級釣る。6も上手いけだから今日はいないから。いる。5。いる。5と7。おる。現実的にね。うん。ちょっと釣り熊に小腹空いたな。おう。ちょっとお好み焼きでも食い行くか。お好み焼きうまいとこ知っとるで。どこにある？そう。知っとるぎ。あのそこに連れてってよ。はい。ちょっとね、お好み焼きがここうまいそうなんで、遊びに来ました。いや、うまいね。おいしいやろな。うまいな。うまいやろな、これ。いきらんで、いきらんで。お前いきらんで。うまいやろな。ごめんなさいって言って、ごめんなさい、こっちの方がいいぞ。これうまいね。でも美味しすぎてごめんなさい。本当に美味しい。キリさん、四国の山奥の、うん、今高知県と愛媛の境に来てます、うん、ここには1メータークラスの鯉がいるって有名な池なんですね。あ、そうなの？なのでちょっと鯉釣りするんですけど、その前にちょっとバス15分やろう。やろうや。でいきなり40cc スカリスタッカーで来るんだろ。足元におるからスタッカーやるやる。もちろんこいつ、バスいるかな。あと10分やったら恋釣りの仕掛け作ってここに仕掛けて待つからね。何時間でも5時間でも6時間でも待ちの釣りするけ。いきなり開始。嘘。でかい。でかい。ちょっと待って。でかい。うお。ナイス。でかい。そうでもないかなお前。なんやお前。小バスやんかお前。いきなりスタックと。やば。スタッカーいけ。久々にスタッカーで釣れた。嬉しいな。素晴らしい。食べるか。食べは選挙。今でかい当たりがガツンだったけどバレちゃった。でかバス食ってきた。スタッカーライトじゃねえ。大山消防ででかいのおるで。釣ったらけ。いいね。空は綺麗だし、すげえ綺麗だな。台風も去って一匹でかいのは取らんとね。渋いね。1時間経っちゃった。1時間経っても全然釣れない。恋釣りやろう。ちょっと恋の竿投げで仕掛けとかんとな。どうした？恋釣りやめんか。バス釣らないかんな。恋釣りおもろないやろ。だっていや、あれジジイがするもんやん。いやいや、恋もやりたいけど。やめよ。やっぱバスがちょっと5番釣ってからだ、今日。だな、うん。まずちょっとバス釣ろう。恋釣っとる暇はない。急遽やめよう。じゃあちょっとシャットで、野池回るか。もう恋やめてな。うん。恋はまた今度しようや。俺だ、長良川のでかいのメーターキオールで、長良川の狙おう。それはガチでやる。2メーター。企画で、1メーター釣るまで恋釣りやめれないって。1メーターなんかすぐ釣れるやろ、あんなもん。いや、釣れない。ね、まあブラックバスこんだけやって6万に釣れてないだろう。それと一緒だから。ちょっともうそろそろ1本釣らんとな。釣りましょう。おう、俺釣ったけどね。いやもう40アップだよ。ちょっと1匹釣ってくれよの。おう、これやもうやれ。オオサンショウウオ。パンでも食うか。もうパン食べるわ。来た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 。おい、釣れた。2頭でゴールドバス感動。見て、2投目で。なんか愛媛のバスってこのゴールドっぽいこの顔なんだよね。琵琶湖とちょっと違うの顔が。なんかね、ヒラメっぽいの。まあラージだね、愛媛の。愛媛は
めっちゃ感動した。ブルブルブルって。すぐ来たな、ほんと。二投目。あんまカメラ撮れんかったけど、45ぐらいバレちゃった。うん、でかい。もう今足元に来てシャッドで、カメラ撮れんかったけど、バレちゃった足元で。へぼくねえよ。けなすんじゃねえよ、お前。ちょっとバッスリ甘くねえな。どうよ、反応。反応ないか。今一回そこでバイトあったんだけどね、4050の。その後反応ないね。イナゴがいるでしょ。歩くと、イナゴがびっくりして息が飛んだりして、大量にイナゴがいます。で、イナゴパターンですね、この時期は。秋口なんで、ね、イナゴが飛んでますんで、ちょっとイナゴ意識した感じで、ちょっとドピー感だな。でも今日暑いな、29度ある。だが、おい、喋れ。スターカワイド、オオサンショウウオ、おい喋れよ。お前やっぱシャットバレるな。またバラしちゃいました、うん、ちょっとカメラがね、 iPhone 撮影で撮れてないんです。今後僕たち GoPro でやらないからな。 GoPro やな、うん、今どうよ、池の状況。池の状況はね、ちょっとターンオーバーしとるの。わかるやろ。今から冷え込んでな、ターンオーバーしとるけど、シャットで反射食い、来とるな。ロザンテもいいけど、反射3回来て45もバラして、これで嘘言うな。嘘やん。夜釣りは本当に3回来とるやん。やっぱロザンテもいいけど、これももちろんロザンテもメールはだけど、俺は夜釣りだから。夜釣りちょっと今ワーム3インチパッド投げとるけど、ちょっと反応かな、まあ、これも反応今んとこないけど、まあちょっといいルアだよこれ。そんなに潜らんから、トップっぽい感じの、ここ水深深いの？いや、深くないもん。1メーターから深くて2メーターある。真ん中行っても2メーターな。あんま変わらんと思うな。本当に？やった。ゴールドバス。この対抗フロリダ。ラージとフロリダの合いの子だな、俺。やっぱいの釣れちゃった。もうガツン来たね。今投げてね。そこまで落として、持ち上げて、トゥイッチ入れたら、コンコンコンでガーンだよ。ゆうさん、携帯落としたけど、今時 iPhone 13 Pro 防水、これ音でも悪いかも。あの水につけると、あ、しばらくな。ただよかった。いや、当たらなくなったな。ゆうさん、当たるか、ちょっと、ちょっと一匹出してくれよ、今日。当たらんな。当たらん。甘くないよ。シャッドに変えるわ。四国も甘くないよ、うん、今データでさ、シャッドで俺3バイト2バラし、ワームで1バイト1匹、なんかシャッドの方が分がいいから。俺はさ、ワームで1バイト、シャッド0バイト。マジか。だからワームに戻る。あのシャッドじゃない、あんたの。あれはミノーだから、あのロザンテな。ロザンテ、ミノーとシャッドの間ぐらい、そうやな。ちょっと毎回俺シャッド一周してくるわ。おお、元気だなお前今日。いや、一周して1匹釣らんと。いやー、ちょっと久しぶりの長考ということでね、ドラグがギツギツで、デカワスを2匹僕がバラしてます。なんで、ほぼ今日釣れてないんですけど、小バス2、3匹で終わってんですけど、ちょっとチャンスをね、久しぶりの長考すぎて、このドラグをガチガチにしてたんで、見切りしてバラしてしまったという、しかもカメラ撮れない。ちょっとこれリベンジだな。明日、グリーンボートさんで、バスボートに乗って勝負しますね。空は綺麗ですな。どうよ。なんか釣れんな今日。まあ状況に合ってないかも。色が悪いんかな。いや、これめちゃくちゃいいルアーなんだけど、めちゃめちゃ釣れるよ。 ここのミノーが今日は状況が、だってこれ6バイト、そっち0やで。ああ、っていうことは多分こっちの方が状況に合ってたね。夜釣り 3D 強いから。いや、認めたくない。なあ、俺お前がさ、
あんだけ夜釣りに帰ろうって言ったのにロザンテロザンテってこだわってさ、ゼロバイトを見てさ、ここで50釣れたんだろ、それで。そのイメージがあるんだわ。まあ、ちょっと今日でも寄ってないな、バスが深いラインだな。この間さ、うん、昨日あの出した動画があるじゃん、うん、神奈川ダムでね、うん、あれも全部これで釣った。まあ、神奈川は何投げても釣れるから。これで釣った。いや、だからこっちで釣ったら超過倍になってるから。それ投げたん。いやいやいや、それしこっち3倍釣れた。いやいや、こっちが釣れるから。じゃあ明日やってみる、比べてみる、どっちが釣れるか。まあ、夏はこっちが良かったね。いや、状況だね、夏の状況がね。うん、どうや、最後の一投にかけるぞ俺は。この画角なんか映画ザ・ブラックバスの。釣れるぞこれ。雰囲気似てねえか、この夕焼けというかな。100万ドルの笑顔、これやれやれや、だららやっとれーって言ってやり強がっちゃって。これでも綺麗だね、すごくね、絵画のような。野池ででも今日釣れんかったけど、バラシが多かったな、うん、なあ。うん、で小釣りはちょっとさ、長良川でとか琵琶湖で 1m のがおるやん、うん、で今後ちょっと小釣りもやっていこう、うん、なあ。恋釣り、バス釣り。もう今日深いラインにおるわ、魚が。なあ。なあ、うーん、かもしらんな。ちょっと弱いもんな、今日。うん、そうだな。おかしいな。ということで、あとちょっとな、ね。もうちょっとやって帰りましょう。それでは皆さん、明日は、グリーンボートで一日バス釣りだとあったから、真っ暗になるまでやる。明日さ、朝5時起きだから、なんか焼き鳥か寿司かなんか食って寝ようや。やっぱ牛久さん、焼き鳥食べないかんね。つうかこのキャベツめちゃくちゃうまいんだけど。なんかタレがめちゃくちゃうまい。食べよ。うまいね。うまい、これ。乾杯。乾杯。ビールはいいよね。生ビール。これは何すか。たたき。え、刺身。たたきたたき。鳥の。うん。まそうね。これちょっとうまいっすよ。これいただきます。え、これな、何それ。刺身。刺身これ。うまい。すげえ。いやあ、これなんすか。白。白って何？ホルモン的な感じ。鶏の？椎茸と鶏肉。これは何？心臓？ハート。と玉ねぎ？うん。あ、心臓うまい。うまい。菊さん、うん、愛媛名物のコッコスープ。そう、それ松山名物なの。これ鶏のスープで、コンソメスープの本物、鶏ガラだよ。コッコスープ、いただきます。これ何。え、手羽塩レモンをかけて。美味しそう、すごいね。柔らかい、めちゃくちゃ柔らかい。これ鶏のキャンタマ来た。高岩です。どっちが右や、分からん。鶏のつくね、つくねうまいよ、ね、どんな味だろう。それはあの、その人がどうこう別としたの。